I say, Mr. A S D さん、サンディエゴということでしょうかね。コメントいただいております。どうもありがとうございます。まああの日本も車のドアに挟んで竿をお茶た件に関してのまた夜コメントをね入れてるところで、あのねミスター A さん、SD さんからね、うちに使わないあの釣り竿があるのでよかったら使ってくださいっていう素晴らしいこうコメントをいただいてます。本当どうもありがとうございます。本当ありがとう。あーなんかね、人の親切って本当あったかくて素晴らしいっすね。気持ちがいいっすね。まあね、本当どこかでお会いする機会がありましたらぜひ使わせていただきます。本当どうもありがとうございます。まあね、あのいろいろな形であの自分もいろんな方と知り合いになりたいなって思ってまして、で皆さんねそれぞれやっぱ天才だし世界一だし主人公ですしねすいませんね、ちょっと暑いっすねこれ太陽に向かうとちょっと暑いんでちょっとすいません、ちょっと場所を変えますもうねあの随分色もあの焼けましたね小麦色っていうかまあそんな感じでね、あの今ねあのこのミッションベイのちょっとね坂になってるところで、このフリーダイロっていう、まあカニさんスケートって私呼んでますけど、足のね足こう片一方ずつにやるんですけど、足がこうまた先みたいになったりするんで、こう足がめっちゃその使ってない筋肉っていうのがすごい使えますね。これめっちゃいい運動になりますね。ただちょっとあの2回ほどまた大きく転倒してますねまあどこも怪我はしてないんですけど、ババってこうひっくり返って2度まあね、あの皆さんあのこれ結構難しいですね。私にとって めちゃくちゃ難しいですねただあの足とかねめっちゃ鍛えられるなっていうのは実感ですね。あの電動一輪車も割とあの見てると楽そうなんですけど、結構バランスを取らないと、あれリモートコントロールでやってるわけじゃなくて、こうバランスで前に行きたい時には前にで、あ右に曲がりたい時には右にとかってて、こうそういう形であのバランス取って進ませてるんで、結構ね結構足にいい運動になりますね。でやっぱり10分とか20分とか乗ってるだけでも足がね相当こうおーとかっていう疲れ、まあ疲れるっていうか、こうストレスがかかっとるなーっていうのが分かるんですよね。まあですから、まあ特にね空ずっと飛びたいんでまあそういう形でね、まず足を鍛えようっていうことで、まああのいろんなことをチャレンジしてますけど、まあねあのやりたいことやっぱり やりたいですよねそれにはやっぱ僕ら体が資本ですよね。体が資本なんで、やっぱりそれをうまくこうやっぱりが多いんですけど、やっぱりマンになりそうなんですけど、あの
やっぱ鍛えることはものすごい大切だと思いますね。だからね、鍛えれば年もね、同化するっていうのもあれも最近ではもちろんそのね、一番の理由が、老化の一番の理由が使わなくなる、動かさなくなるっていうなのが老化らしいんですね。だからこう繰り返し繰り返し、小さいことでもいいんですけど、体を動かしたり運動したり自転車に乗ったり散歩したり、こう体を動かすとその老化をこう避けることができるっていうことなんで、それをいつも繰り返し繰り返し思い出して、こう体を動かそうっていう形を考えてますね。でまあ乗り物とか好きなんでローラースケートもね、やったことありますし、あとドーラーブレードもねちょっとだけやったことありますし、あと スケートボールですか、あれもちょっとだけやったことあるんですけど、続かないですね。今続いてるのが連動一輪車ですね。であと空飛びたいですよね。また今ちょっと機械がねまだ購入してないんで、もうそろそろまた空に空を飛ぶこともねやっていきたいなとかっていうふうに思ってますね。で魚釣りもね、ほんと魚釣り好きなんですけどね、まあでっかい魚は釣ったことないんですよ。まあ僕沖縄出身なんで、泳ぎながらね泳ぎながらこう竿にこうちょこっとこれぐらいの糸を結んで、あとサンマとかいろんなのをかけて泳ぎながら、泳ぎ釣りっていうんでしょうかね、そういうなのをこうやったこともありますしね。あとまあ出身が読谷なんですよね、読谷村。だから残波岬とかね行って、長い魚いますね、シジャーとかっていう魚ダツっていうんですかね、魚を釣ったりとか、白いイカね、めっちゃ美味しいですね、釣りたてなんかもうほんとね口の中で、まあ中にはねそういうの嫌がる人もいるんであれなんですけど、美味しいっすよねまあこちらではまあ一応お寿司屋さんやってたのからやってたんで、魚が釣られたらリリースしてくれるんじゃなくて、こいつだったら食われるかもしれないとかって言って釣れないのかなとかって、そんなことないですねあ、魚をね砂漠動画を撮っておられる方結構いらっしゃいますね。だそういうなのもこうチャレンジしてみたいんですけどね、まあとにかくいろんなのにチャレンジしてみたいですね。いろんなところ行って、まあ旅っていうことに関して全然こう興味がなかったんですけど、なかなか面白いですねいろんな人に会うことができますしね。でいろんなところを見るとやっぱり場所が変わるとね気分も変わりますよね。だからっていうわけじゃないんですけど、やっぱりそういういろんなところに行くにも体がねやっぱりこう動かないと楽しみが半減しちゃうんじゃないかなとかって思いまして、まあね三浦雄一郎さんでしたかね、陽一郎さんでしたかね、足にこう重りをつけて、で毎日ねリックにもなんか重りを入れてっていう、それは僕知らないんですけど、なんか重りを入れてやっていたとかっていうふうに聞きますね。80越してからエレベストを登るわけですから超すごくないですかね、金さんもね、妹の銀さんは歩けるのに
自分が歩けないと恥ずかしいとかって言って筋トレやったんですね。100歳からいろいろこう筋トレをして歩けるようになったっていう、まあですからね、これからですよね皆さん全ての人に当てはまると思いますね。ある程度ね、体を動かして健康に気をつけてすると自分のね、人生のドラマっていうのの輪をこう広げていくことができると思いますね。人と比べることはまあしなくていいんじゃないかなとかって思いますね。自分の素晴らしさっていうものをこうやっぱり見失いがちですよね。だからそれぞれ全ての人がやっぱり主人公ですよね。で、世界に一人しかいないから世界一だしですし、まあね、動物、どんな動物に比べても人間の頭脳っていうのはやっぱ天才的ですよね。だからそういうふうなことを考えても全ての人がねやっぱり主人公ですし、全ての人が天才ですしね、全ての人がやっぱ世界一ですよね。ですからそういうふうな形で考えていくと自分のね、そのドラマっていうんですか、それをこういろいろな人と出会ってね語り合ったりするのも超楽しいと思いますね。ですからミスターA さん、 SD のねサンディエゴのだと思うんですけど、またそのミスター A さんのねドラマをねまたいろいろ聞かせていただければと思いますね。でいろいろなねこうことを考えたり話したり、もしかするとコラボレーションできるかもしれないですね。釣り行ったりとか、あるいはダンスしたりとか、ローラースケートとかね、自転車とか一緒にこう連動一輪車と並んで走ったりとかっていうのもできるかもしれないですよね。魚釣りもねまあ一応ねシェフしてましたんでねもしかすると釣れた魚をねその場でこうさばいて食べることも可能かもしれないですね。一応ね一応なんですけど包丁とかそういうのは準備してあるんですよまだまあですからそういうふうな形でねいろいろな方と出会うことができて楽しいですね。まあミスター A さん SD さん、ぜひね、まあ、どこかでお会いすることがあればなんだかの形でね連絡を取ることができればぜひお会いしたいです。魚釣りのさんも本当ね使わないのがあるから使ってくださいっていう、本当どうもありがとうございますまあ本当ね嬉しいです。もう気持ちだけでね十分ありがとうございます、まあね何らかの形でそういうふうな形でお会いすることができるだけでね、そういうふうにそのねそういうふうな形でコメントいただくだけでもう本当超嬉しいですねハッピーハッピーって感じですね。本当ありがとうございますということでThank you for watching です。さすがです、ありがとうさんです。ピュー。